韓国ソウル近郊のインチョン。60代の女性が運転する乗用車が停車中のバイクと衝突します。すみません、私が。バイクに乗っていた20代の男性は激高して乗用車を足蹴り。ごめんなさいと言ってるじゃない。見えていなくてわざとぶつかってはないですよ。降りろ。降りるけどごめんなさいと言ってるじゃない。一旦車から離れたバイクの運転手、道路にあったコンクリートブロックを持つと後ろの席のガラスに投げつけます。そして何度も叩きガラスを砕きます。恐怖を感じた女性は警察に通報。ここで車を壊しています。暴行はますますエスカレート。自分のヘルメットまで脱いでフロントガラスに何度も打ちつけます。警察が駆けつけるまで10分余り、車の中で恐怖に怯えた女性運転手。精神的なダメージを受け、病院で治療を受けています。私は地獄に行くんだ。これで死ぬんだと思った。一方、20代のバイク運転手は、突然の事故でカッとなってしまったと警察に話しているということです。韓国メディアによりますと、警察は脅迫や暴行などの容疑での立件を視野に調べを進めているということです。